はいみなさんこんにちは。アイジャでしてます。けいちゃんです、えー。今日もピンクのけいちゃんで、この動画も撮ってきます。えー、ということで、えっ、ー、とですね、今回のこの KK の話題なんですけども、えっ、ー、とですね、ちょっとね、今朝方でしたらニュースで、まずね、一つね、ニュースポストセブンがあの、イギリスのタブロイド紙のですね、デイリーメールが、 この KK 夫妻のですね、実際の居住先、アパートに関してですね、まあある程度具体的にちょっと報道しておりました。でですね、このデイリーメールの実際の記事に関しては昨日でしたんですね。で、私も気になってたんですけども、なかなか時間なくてですね、あの、編集する時間がなかったんですけども、まあちょっとね、えー、今やってるということで、えー、それとね、ニュースポストセブンの内容プラス実際のそのデイリーメールがね、 いっぱいバーっと書いてあるんですけどそれに関してはですねちょっと2箇所ばかしピックアップしてこの「ニュースポスト7」の後でねちょっとね詳細解説していきたいなと思いますねちょっとねあのー、気になる部分があります、えー、なのでねただ単純に経験がここに住んでるよとかですねこんなアパートメントだよっていうだけじゃなくて、ね、ですね非常にちょっと気になる部分があるんでぜひ最後までご覧になってくださいということでまずね「ニュースポスト7」の記事こんな感じです えー、また読んでいきます、えー。イギリスのタブロイド紙デイリーメールは2人の新居はマンハッタンのヘルズキッチン地区の中心部に位置すると報じている。えー、現地で取材を受けているデイリ,デイリー誌では小室夫妻の新居が掲載されたウェブサイトを特定しています。同サイトによると新居はワンベッドルームのアパートメントで1ヶ月にかかる賃料が4,809ドルとなっていました。 えー、気になるのは、えー、ヘルズキッチン地区の治安だ。地獄の厨房という物騒な名前の通り、一昔前のヘルズキッチンは非常に治安の悪い場所として知られていた、えー。開発が進み、20世紀末におしゃれな高級エリアへと大変、えーえーうんうん、大変身を遂げたが、えー、コロナ禍以降のヘルズキッチンの様子について、前室の現,現地ジャーナリストはこのように語る。すっかり安全な高級エリアになったヘルズキッチンですが、 新型コロナウイルス感染拡大の影響でまた治安悪化している印象ですと、えー、記憶に新しいところで言えば2021年3月にはこのエリアでアジア人女性,女性暴行事件も発生していますしかもニューヨーク州では3月から大麻の合法化も始まりましたヘルスキッチンに限らずニューヨークのどこに行っても独特の匂いを感じます、えー、街ではホームレスや、えー、麻薬中毒者を見かける機会が随分と増えましたという まあ、ニュースポスト7の記事の内容なんですね。で、まあ、これに関してはですね、まあ、こういうようなところに、まあ、住んでるという,ような話と、まあ、それをデイリーメールが伝えてたっていうことと、実際は治安ですね。ただね、この治安に関してもね、ちょっとね、あえて言うと、今回の、このニューヨークのね、ニューヨークに住むということを決めたのは誰ですか結局、党の2人ですよね。ということに考えてもね、 まあ確かに、あのー、これね、日本に比べれば治安の問題出ると思います。ただしですね、あのー、もうずっとですね、えー、言われているように、もうすでに一般国民のお二人ですね、そういったようなことを考えるとね、えー、私はもうとにかくね、あの、もうこの結婚運動に関しては、もうね、本人同士しちゃったんで、あとはもうね、本人同士がいかにこの結婚生活を自分たちの成功のために努力するかっていうことだけだから、 あの、いろんな問題はあるにしても、あとそれに関してはね、あのどうな、ああだのこうだの言いません。もうとにかく、それよりもですね、とにかく二つ、大事なのは二つであって、えー、とにかく以前から言われてる通りですね、もう一般国民なんです。一般国民だから、これ以上国民の血税使うな。これが第一ですよね。あとは第二、二番目としては、もうこれもね、散々ありましたけども、まだまだ疑惑がね、全然解決されてはいませんが、 一般国民なんだから旧皇族の人が決して皇室特権を利用するなって話ですね。これは直接憲法違反につながりますよって話。とにかくこの2つですね。この2つをされることによって何が起きるかっていうと国民の反発だけじゃなくてこれは日本の皇室をけわすような振る舞いになるからこれだけは絶対やるなって話ですよね。これだけはちょっと言っときたいなと思います。なのでここでなんかニューヨークの治安が云々っていうようなこともね、言っとりますけども <laughs> 私もね、ニューヨーク行ったのもうね、15年、20年前だから、その頃は結構行ってたんですけどね、最近はちょっとね、あの、あんまり欧米行く機会がないんで、た <laughs> だからこれは別、やっぱりね、自分たちで選んだ場所だからね、それに対して要は、なんまたどっかからのお金が出てきてですね、それに警備に使うとかですね、アメリカの警備,警備は日本の警備費用の倍ぐらいかかるって言われてるじゃないですか。 ととんでででもないい話すすよねということです自分たちで選んだんだから、この警備も含めて本当に必要であればご自分でお願いしますねという話です。で、これがね、ニュースポースト7の内容なんですけど、今日はちょっと、どちらかというと、このね、えー、イギリスのタブロイド紙のデイリーメール、ちょっとね、えー、2か所ばかしですね、ピックアップしました。でね、最初に言っておきますけど、このデイリーメールね、今回ね、すごいです。すごいというかですね、もう、経験問題の、 コンポーネン全部バーっと、ね、非常に長い記事をえ伝えておりますえ。それこそですね、えー、本当にね過去からの事象だとか、えそれこそですね、えーまあ、お父さんの,その年勝さんの話だとかね、ね年勝さんが自らでみたいなね、えー、自ら、まあ、高界されたとか、そういうような話も含めて書いてあったりとか、ですねもういろんなことがね過去からずっとつながった記事になっております。プラスですね まあそんな英文読むのめんどくさい方がいっぱいいると思うで私もめんどくさい。<laughs> だけど、あのまあ私はこうやって YouTube 撮ってるんで読まざるを得ないんですけど、あの写真がにいっぱいバーっと貼ってあるんですよ。要はね、あのえー、例えばニューヨークに着いた今回の k 験 f 祭の,その写真だとかね、それから以前の昔の写真なんかをいっぱい貼ってあります。時系列に基づいて。これ見てるだけでもね、 あのなんていうのかなてうかこんなことも貼ってあるんだなってことで経験問題にはこんなこともあったなとかねそういうことで非常にですね今回のこのイギリスのデイリーメイ・メール非常に細かいところまで伝えておりますで今回ですねその細かいところまで伝えすぎている故に私ちょっとね心配になる部分があるんですねでいずれにしてもこのデイリー・メールのその URL はまた概要欄貼っておきますぜひ皆さんんああとと写真見るだけででもねあこんなこなっったっていう感じで あの思い出すと思いますのでぜひ、ね、ご覧になっていただければなと思いますでまずにちょっとこれをご覧になってください、えーまあ、ここの部分はですね、まあ、具体的にさっきあの、えー、どこだっけニュースポスト7の記事と同じようにこの,ヘル,ズキッチンのヘルズキッチン地区にあるアパートで、えー、例えばワンベッドルームが4500ドルからですよとかですね トゥーベッドルームになると、えー、もう7000ドル超ですよとかですね。そんなようなことが書いてあって、例えばバーベキューガーデンがあるとかですね。えー、あるいはフィットネスがあるとか、ヨガスタジオがあるとかね。まあ、やっぱり高級アパートですよね。そういったようなことが書いてあるだけです。まあ、そういったようなところなんだなと。まあ、いずれにしても、あの、ちょっと言いましたけど、あの、あのまあ、あの年収、年収600万っていう話ですよね。本当かどうかじゃないけど、まあ、年収600万円の人が住むところじゃないですよね。 そういった観点でもやっぱりちょっとね、感覚がね、感覚が日本国民、本当一般の日本国民と全然違う。なんで年収600万の人がですね、えー、最低でもこれ家賃ね、50万円ぐらいですからね、一番安いところでね、多分1階とか2階低層階のね、2、3階ぐらいで、なおかつワンベッドルームの一番狭いような間取りで50万円ぐらいするんです。で、2ベッドルームになると、もうね、80万、100万とかね、そんな感じ。本当に高級、マンハッタの高級アパートですね。 ええー、まあ、まあいいや。<laughs> 別に自分のお金でね、もう自分の稼いだお金で別に住みたいとこするのは別にそれは別に本人のね、えー、勝手というか本人がそれだけ努力していることが別にそれ以上は文句も勇気もないし、まあご自由になんですけども、まあ感覚的に言えばね、知験としてはまあ一般国民が住むとこじゃないよねっていう話ですね。あと今回にやっぱりちょっとね、申し上げたいのはこっちなんですね。これちょっとご覧ください。 えー、これね、ちょっとね、まあ一行、一段落目、二段落目と書いたんですけど、この記事はね、まああの海外の、まあイギリスのね、タブロイド紙なんで仕方ないと思うんですけども、あの昨日あたりからの,あの動画でね、私も言わさせてもらってるんですけど、こういった形で海外の報道がいろんなところでバーッと出てくると、特にこの小室眞子さんの PTSD の問題だとか、 なぜですね、経験不採が日本じゃなくてアメリカまでわざわざニューヨークまで行って働いて生活をしなきゃいけないのかっていう問題をやっぱり海外のメディアが取り上げるんですよね。で、今回のこのデイリーメールも取り上げてました。で、この取り上げるのはいいんですけど、取り上げてる内容が問題だと思うんですよね。で、ちょっと今ご覧になっていただいている通り、まず一段落目に関しては、 えーとね、どちらかというと、えー、小室眞子さんのハズマンとすなわち夫である小室圭氏に関してのことなんですけどもど、まあ、これちょっと、ね、読みませんけど、えーまあ、概略で言うとですね要は、まあ、いろんな、ねえー、この小室圭氏に対するストレスだとか非常に悲しい部分としてはもう一方的な国民のですね一方的なその、えー、憶測だとかですね、まあ、推測だとか えー、そういったような、えー、ことが、まあ先走って、そういったようなものが、その虚偽的なね、そういったような話がどちらかというと、えー、まあ一方的にですね、走っちゃって、で、えー、そういったようなものがですね、えー、なんだ、えー、I like a reality, もう本当,の本当のね、本当のことのごとくね、えー、そういったものが報道されてるみたいなね、そんなようなことが書いてあります。まあ要はね、これだけ見るとですね、 その、例えば、小室圭氏に対する、まあ、様々な疑惑いっぱいありますけども、えその疑惑に関しても、どちらかというと、その国民がね、本当に、そのえ、虚偽的な話を持ってきて、それをね、あ、えー、の、風潮してるかのごとく、それが、なんか、真実となって走っちゃってるみたいなね、そんなようなことで、国民が悪者になっちゃってるんですよね。だこれはちょっとやっぱりな、って気がしますよね。あとね、二段落目。これはどちらかというと、あの、どちらかというと、 というとですね、要はその小室桃子さん、小室桃子さんの例の複雑性 PTSD の問題が書いております。えー、要はそのですね、えー、まあそのカップル、要は小室夫妻に関しては、その非常にですね、ネガティブな、あのー、なんていうのかな、その批判的な公共の発言というかですね、それがえこの二行目二行目のインペリアルハウス o ー s e h o l d Agency Cell、要は刑務長がえもうこういったようなことが言ってたと。 要は、小室眞子氏がですね、複雑性 PTSD を発症してしまいましたというのも結局はそういった、まあ、週刊誌ともしくは国民党のですね、そのプレッシャーというか、そういったような、まあ、まあ、プレッシャーがかかってそういったようなものを発症してしまいましたというようなね、ことが書いてあって、なおかつ最後のですね、2行3行ぐらい。 And that, could, and that could only have been made worse by the protesters who gathered in the Tokyo Park holding signs opposing the marriage。これはあれですね。例のその、えー、まあ、結婚反対に関する、まあ、要はそのプラカードを抱えてですね。まあ、あの、まあ、でもですね。まあ、あの、そういうようなことが、そういったようなことに、ね、拍車にかけたみたいなね。そういったようなことで、あの。 はっきり言ってね、国民がこういうふうに言ってること、もしくはその今申し上げたそのデモだって、結局は皆さん、まあ私もそうですけど、まあおそらくこの動画をご覧になって、ご覧、ね、くださってる方のほとんどがそうだと思いますけど、結局は皇室のことを心配してるんですよね。日本の皇室のことを心配して、だからこの結婚はおかしいだろうっていうことを言ってたわけで、その、えー、実際のですね、抗議活動だってそうですよね。こ 国、要するに日本の皇室がこれほどですね、なんか怪我されちゃうとか、お手がつくの。これは我慢できない。やっぱりですね、日本の皇室はこうあってほしい。こうなるべきだっていう。日本の皇室を心配してるからこその話なんで、それがですね、結局この、まあ、あの、海外の報道で真相を知らないから、かもしれないんで、それは仕方ないんですけども、どちらかというと、 この二段落書いてあることに関しては、小室圭氏に対する批判もそう。なおかつですね、小室眞子氏に対、眞子さんに対するその複雑性 PTSD の話もそう。すべてどちらかというと、国民というか、国民だとか、週刊誌だとかね、そういったようなことが結局、結構悪者にされているような記事なんですね。だからやっぱりこれがね、私もここ1日2日ぐらいでずっと申し上げてるんですけど、怖い。怖いなって気がしますよね。 こういった形でね、まあ、タブロイド紙といってもどんどんこうやって報道される、なおかつアメリカ、ニューヨーク等で報道されるということになってくると、やっぱり何にも知らないアメリカ国民がいるわけですよね。いいっぱい多くの 何にも知らないアメリカ国民がいて、そういったような報道がどんどんされると、何日本国民、何言ってるのみたいな話になって、どっちかというと、KK 夫妻が美化されちゃって、それっていうのは結局ですね、アメリカで結局好意的に受けられたイギリスのヘンリー王子夫妻、メーガンさんと同じ形になっちゃう。それがやっぱり、ひいてはどういうことになるかっていうと、日本国民、もしくは日本の皇室が恥をかくということになるんですよね。それは怖いと思います。 えー、ということで、えー、今日はですね、ちょっとね、ニュースポスト7と、あとニュースポスト7が取り上げてたデイリーメールの詳細に関してちょっとね、お伝えさせていただきました。デイリーメールのね、URL 貼っときますので、ぜひあのご覧になってみてください。写真いっぱい貼ってあります。それもね、最近の写真だけじゃなくて、顔からずーっと貼ってありますので、この経験問題のこのね、歴史がわかるみたいな感じですので、その写真見てるだけでね、もうね結構ね、 あの、いろいろ学べるところがまたあると思いますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それでは、バイバイ。